皆様こんにちは。駅弁販売のプロフェッショナル三浦幸恵です。専業主婦歴23年間の私が44歳の時に時給800円で販売のパートに出て10年で営業所長になりました。そしてなんとその1年間で駅弁売上を5000万円アップしちゃったんです。その間大変なこともいろいろありました。でも私はいつでも仕事を楽しむのがモットーです。そんな私の楽しい経験談聞いてみませんか。仕事をすること、日々の生活に対してちょっとほっこりすると思います。では皆さん、お会いできるのを楽しみにしております。